こんにちは、日本史講師竹内睦弘です。今日は書道史から入ります。皆様の嫌いな文化史ですが、実は日本文化を学ぶことはとても大切なことなのです。イエス亀さん、なんで僕が書道史を最初にしたか分かりますか？字書くだけで文化です。字書くだけで100万円にもなります。半端じゃないんですよ。それぐらいの重みがあります。ということで、日本の書道の文化からやっていきたいと思います。まず日本の書道で一番有名なところを抑えないとダメなのは、初っ端からちょっと難しいんですけど、鈍調を覚えないとダメです。漢字が難しいんです。国史上の鈍調、上日ってついてますね。その下に雲を書くんです。で、鈍調です。いいですね。で、ここで紙と墨の伝来がある。まあ文房具というのは七宝と言われまして、文房七宝あります。文房七宝というのは4つ、紙と墨と硯と筆です。いいですね。これは入試には出ませんが、一般常識として覚えておきましょう。だから文房具屋って言うんです。で、ドンチョの場合は紙と墨の伝来が有名です。当然筆とあれもついてますので。そして聖徳太子、なんで聖徳太子に急になるのって話なんですが、実は多分一番古い直筆はこの法華経義書だと思います。三経義書のうちの法華経義書、この書という字がまた難しいんですが、そちらを押さえておいてください。これ直筆です、聖徳太子。よく聖徳太子がいないってか言う人いるんですが、聖徳太子には奥さん3人いましたし、弟も4人いましたし、子供もいるんですよ。いないって人、そんなこと言うんだったらお前もいない。と思いますけどね。私はそう思いますよ。ということで、公認上官文化、これは唐風の書体です。ここで有名なのは三筆、空海、嵯峨天皇、橘の早成です。この3人を絶対覚えないとダメです。絶対に。で、空海と橘の早成は一緒に遣唐使に行ったんです。で、唐の近くで船が難破しました。遣唐使船は四つの船といって4隻で行くんですが、大体2隻は沈没します。小野高村なんてこんなボロい船に乗りたくないって言って遣唐服してなのにバックれて流されましたから、流刑になりますが平気でした。死ぬよりはマシだろう。百人一首の三義高村って書かれてる人が、小野高村です。先祖は小野妹子、子孫は小野小町ですけど、バックれる。昼間は朝廷に仕え参議、国務大臣ですし、夜は井戸、六道の辻ってところに住んでたんで、井戸にから入って閻魔王朝で閻魔大王に仕えてましたという変わった人ですが、それは置いといて、ナンパした時の事件ですが、もう周りが海賊が来たと思ったんです。日本のこの遣唐使をボロボロですか、顔が何パーセントですか。きちんとした見ないようにできてる状況じゃないんです。ボロボロです。
で殺されようとなった時に空海が立花早成に炭を持ってくれって紙とっつって、で空海ピシッと我々は日本の遣唐使だって書きました。字を見たら分かります、一流か二流かというのは一瞬に分かります。言葉が通じなくても一瞬に分かるのです。そしてその州の知事に会いに来ました。でそこで空海はまたその州知事に、今日は宴を、つまり設営をしてくれたわけですね。私のために大使公邸で行きますが、設営をされるっていうのはすごい嬉しいことなんです。特命点検大使みたいなもんですから、ですからそこで空海は漢詩を読んだんです。ピシッと美しすぎる文字で漢詩を読みました。大使は感動し旅費くれました。旅費というか、いや実は空海はそれを持ち帰ったおかげで日本の仏教界に多くの経典が残ってるんですよ。金ないと買えないでしょ。金くれたんですよ。もういけない、目の前で坂本龍一が作曲してくれたようなもんですよ。ということだったんですよ。で空海は唐に行って、普通は10年かかるところを1年で帰りました。なぜか唐の最高のトップの僧侶の弟子になってるんですが、なんとそのトップの僧侶の後継者に任命されたんです。空海はなぜそれができたかというと、実は空海は日本にいた時からもうすでに中国語をマスターしてました。で空海は実は佐伯の魔王っていうのは本名です。真の魚と書きます。佐伯一族は神道の一族ですから、武術もできます。だから危険な時も戦える男です。で佐伯の魔王は空海として帰るわけです。そして帰る時、当時真言宗のナンバーワン、世界トップのナンバーワンの母姫を書いております。つまり空海が真言宗のトップになったんです。世界一になった瞬間です。そして空海は帰るのです。早成帰ろう。で立花早成は先祖が立花の漏れですよね、反逆を起こしたというか酔っ払ってクビになった人ですけど、でまあもう一人奈良マラという反逆者もいます。そんな状況で今回の遣唐使なんとか頑張ろうと思ってて帰って頑張ってたんです。で嵯峨天皇の側近となりました。で嵯峨天皇というのは書道はトップ三筆の一人ですかね、当時じゃない。で嵯峨天皇がトップになった理由ははっきりしてるんですよ。家柄でトップになったと言われるのは嫌だったんです。何か実力でと思ってます。家柄は天皇だからトップですよ。でも実力でトップになりたかったんです。書道だったら誰が見ても分かるじゃないですか。でトップだったんです。ところが遣唐使が書いた立花早成の書を見たとき、俺は日本一じゃないって気がついたんです。そして立花早成を呼び出し正直に言ったんです。早成、今まで俺は日本一と思っていた、しかしお前が日本一である。ところが早成はその時嵯峨天皇に言いました。
おかみと、いや私は日本一ではございません、いやお前こそ日本一だと、そんな謙遜すんなって言った。いや謙遜ではございませんと、私よりうまい男がいます。え、空海という男です。そう言ったのです。空海に会いたくなった嵯峨天皇は空海をと会いたいと思いまして、呼びます。立花早苗自身も本当にうまいんですよ。あの早苗って名前みたいにちゃんと、筆跡もちゃんとしてる感じでバッチなんですよ。いい感じなんです。ただ空海はちょっとレベルが高すぎたんです。今日はその空海の筆跡も見せますが、空海って言われて行った時、空海が嵯峨天皇に会える喜びの手紙を事前に送ったのです。陛下と、まあ当時は陛下って言葉じゃなく主上ですね、主上、今回お会いできることをすごく嬉しく思っておりますと。やはり書の話ができる人は少ないですよね。そうですね、嵯峨天皇もそう思ってました。自分がトップだったから。なぜ日本に書の話ができる人はいないかというと、日本にいい筆といい硯がないからですって言ったんです。あの嵯峨天皇字うまいんですけど持ってませんでした。つまり筆持ってないわけです。どうしよう、頭抱えます。しかしもう空海と会うのはすぐ数日後、そういうことなんですよ。で嵯峨天皇に空海が会います。文房四品持ってない、日本にはない、空海生きてる。で嵯峨天皇に会って、社門空海でございます、まあ僧侶の空海でございますって挨拶したんですが、なった時、まあ、嵯峨天皇的にはもう打ち砕かれてるんですよ。手紙の段階でいい筆持ってないやつはいい書なんか書けないって言われてるんですから。で空海は最初挨拶した後、ささやかながら贈り物唐から持ち帰った硯筆紙唐を墨を献上したんです。唐から持ち帰ったものを献上しました。それに対して嵯峨天皇は褒美をくれました。今日五穀地です。つまり空海は100万円で100億円をもらったんです。やはり天才ですね。そんな感じです。次に出てくる風信の城と最澄の旧館九郎城ですが、これも空海に関わる逸話です。実は空海は唐で先ほど言った通り真言宗のトップになりました。その真言宗にトップになったという状況で日本に帰ってきたんで、世界のトップなんですよ。もうマントラの世界ではその世界のトップが帰ってきたんで、どっちかっていうと先輩の最澄が空海にちょっと資料を貸してくれって言うんです。空海しか持ってない資料が多いんです。空海のお金もらってるから、そのちゃんと持って帰ってるから、で持って帰ってやってるんですが、ちょっとしたことで問題が起こったのです。それは何かというと、
大半事件というのは起きます。まあその時の空海の書が風心の状です。風心の状とあります。こちらです。風心から入るから状というのは張るってことですね。紙を張るってことですが、まあ簡単に言います、絶縁状です。もう私はあなたと付き合えないと。理由は簡単です。あなたは私が喋ってることを勝手に自分流に解釈して喋ってる。だからこれ以上私があなたに喋ったら勝手に解釈されてしまうから嫌ですっていう、それが風心の状です。もちろん国宝です。その時最澄はどうしたかというと、自分の中で最強の弟子を空海のもとに送り込んだんです。まあ比叡山のプリンスと言っていいでしょう。比叡山のプリンス、大藩という僧侶を送り込みました。天台宗で最も優秀で最も美しい僧侶です。最も優秀で最も美しい、まあそういうことで大体わかりますよね。まあ男と男ですが、まあそういうのはね、プラトニックってことで許しましょう。プラトンと同じですから。最も美しい、そして最も優秀を送り込んだんですが、問題があったんです。大藩が帰ってこいと言ったんですが、真言宗の掟で1年間いないとダメなんです。その時はその直弟子になったら、だから帰らなかったんです。その後も帰んなかったんです。でついに切れた最澄は弟子の大藩に早く帰ってこいという手紙を送りました。それに対して大藩から返答が来たのです。その前に帰ってきてこいっていう、その手紙はこれです。空海の絶縁状が風心の状です。国宝です。最澄の嗅覚状の状も国宝です。大藩って、僕と君との間には久しく隔たりがあったが、僕は君がいないとダメだっていうラブレターですよ。国宝ですよこれも。しかし大藩は申し訳ありません、空海様を好きになってしまいますと振られてしまったんです。つらかったでしょ、すごくつらかったでしょ。ただ最澄はその後弟子をきちんと教育することがやっぱり重要だということに気がついて、鎌倉六宗は全部天台宗が出てます。真言宗から出ておりません。天台宗から出てます。浄土宗の法然も浄土真宗の親鸞も日蓮宗の日蓮も全部天台宗から出ております。自習の一品はなんかアイドルみたいな感じですけどね。みんなに貸し継がれてバーって札振ってましたが、そんな感じです。意外なことに曹洞宗や臨済宗のあの禅宗の2人もそうですよ。道元も、ね、栄西もそうなんですよ。栄西はお茶立ててるイメージしかないですけど、まあそんな感じがありました。ということで僕はこちら入学試験に出ない嗅覚状の方が好きです。こちらですが、僕はこっちの方が好きです。なんでか分かりますか。世界で一番字が上手いとこなんですよ、空海って。世界で一番字が上手い男に惚れた自分の元恋人にラブレターを送ってるんですよ。世界で一番字の上手い男に命がけで書いたラブレターなんです。僕はこっちを採用します。
失礼しました。一旦休憩を。日本史講師竹内睦弘です。そんなわけで休憩をちょっと挟みました。ちょっと空海のことで熱くなり、実は僕最澄のファンなんです。つらかったろ最澄。そう思いますよ。だいたい国宝になった自分のものが嗅覚の上ですよ。久しく隔たりですよ。泣くよ。でも最澄は頑張った。周りは敵だらけだけど遠くにまで行って布教しました。で話は置いて、いよいよ国風文化です。和風の書体、これどういうことかというと、この東風の書体っていうのは、2つありまして、まあ基本的には王義士っていう人の作った書体がメインになってます。で次は顔真という人が作った書体があるんです。2つの書体があって、その2つともを知ってるから空海がうまいんです。字が両方できるんです。あの空海の字、これ流麗に書いてますが、本当は完璧な字があります。あの印刷された教科書より完璧な字があります。それぐらいのこともできるんです。で空海は大岸流ではなく、あの早苗流もそうなんですが、顔真流にしたんです。大岸流はもう学んでるんです、日本の時に。それを超えるものを考えて遣唐使として唐に渡ったんです。命を懸けてということです。でこの和風の書体になっていった理由っていうのは何かと言いますと、遣唐使がなくなったからなんです。つまり唐から文化を持つんではなく、和風の文化を作ることを育んだのは、わかりますよね。遣唐使廃止、菅原の道真、あそこからです。ということを理解。流れでね、因果関係と流れ、これをしっかり押さえておいてくださいよ。白紙に戻す遣唐使、白紙に戻す遣唐使、白紙に戻す遣唐使、894年以上です。ということで和風の書体なんです。で三筆は小野東風と藤原の、まあ本名は別なんですが、サリって言われてます。で高勢なんです。で実は小野東風は字が下手だったんです。雨の日でした。見たことあると思いますが、まあ書道の紙によく使われるんですが、ここに書かれている貴族が小野東風です。俺はなんでダメなんだって、俺なんでダメなんだって思って雨の日に行ったんです。庭に出たんです。池ですね、ここで、ここは柳です。まあ使うやつにもよく使われてるやつですけど、柳と池のこの貴族が小野東風です。俺ダメだって思ったんですが、
ここにカエルがいまして、必死に飛びつこうとしたんです。柳の木に、バカだなカエルってて、無理だろ無理だ思ってたんです。豆腐はだけど、ふっ風が吹いて、ヤニの木が一瞬下に落ちた時にカエルは見事に上がったのです。わかりますか？ダメだって諦めてはいけないんです。何回もジャンプしないとダメなんです。何回もジャンプするんです。何回もジャンプするんです。成功するかどうかはわかりません。でもジャンプしなかったらチャンスはないんですよ。そういうことを抑えてほしいと私は思っております。風っていう字が入っているのはこの小字に入っているからです。風が吹いた時、自分の道が見えたんです。書道の友人ちょっとすいませんね、いい話の後で悪いんですけど、入試に出るのは意外とこの後理楽の帳なんです。なんでかというと、今は使われてないんですが、前は山川出版の一問一答というのを全員暗記してました。その表紙が理楽の帳だったからなんですが、その内容っていうのは多分知らないと思います皆さん。内容はですね、友達に宛てた手紙です。変な関係じゃないです。真面目な関係で友達に宛てたんですけど、リラクっていうのは都から離れるですよね。で急に地方に赴任することになったから、君のお父さんに挨拶ができなかったと。その友達のお父さんは関白様です。君のお父さんに挨拶できなかったから申し訳ないということをお父さんに伝えてくれっていう手紙です。皆さん、命がけのラブレターとか詫び状は綺麗な字で書かないとダメなんですよ。メールないから。ということで、サリはリラクの字を押さえてください。そして藤原光勢です。この人はなかなか優秀な人なんですが、世尊寺流というのを作ってます。で、鎌倉時代にそこから分かれた少蓮院流、少蓮院というお寺あるんですけど、僕少蓮院の堀を越えたらいきなりビーッとなったことありましたけど、サイレンがびっくりしましたけど、ここ総合警備補助入ってんのって、で孫円入道神王という人が作ったものです。で、ポイントは高須の城で、江戸時代はこれは少蓮院流がお家流トップの家柄となります。私もお子の方はお家流です。そういうことで、やっぱりこちらのね、小野豆腐を意外と思い描いてください。何度もジャンプするってことを見る、それで自分を磨こうと思ったのです。ぜひ皆さん頑張ってください。